術法が書かれた魔法陣を抜けてから明らかに異質な空間に入ったようですが、我らにとって最後の要塞となる地、ラストダンジョンとでも呼ぶべきか。最後の要塞？敵は誰だ？七英雄の目的の達成を阻む全てのものだ。目的は一つ、卑劣な罠で俺たちを世界から締め出した大神官の死、そして救世主である俺たちを恐れ呪った古代人への復讐。目的は一つなんでしょ？あんた今二つ言ったわよ。だがいずれその目的を忘れてしまう者が現れるかもしれない。どういうことだ？前にノエルが言った吸収した者の性格や経験までをも取り込み自我が失われる危険性があるというやつか？これまで多くの次元を渡り歩き数え切れぬほどのモンスターを吸収してきた。すでに少なからず俺たちの精神は侵されているだろう。精神が侵されたから何だというのだ？モンスターを吸収するという衝動に身を委ねれば本来の目的を忘れ世界を漂流するだけの存在になる。何が悪い？俺は強敵を求める。たとえ雪山や洞窟を数百年さまよい歩くことになったとしてもだ。目的は達する、それは絶対だ。そのために七英雄は今ここで不利一体の絆を結び無敵にならなければならない。無敵になるとは具体的にどのような？私はこれを血の誓いと呼ぶ。新たな術法か？これより我らは肉体を捨て幻体となって動く。捨てた肉体はどうなる？誰も触れられぬこの亜空間に保管する。幻体が破壊されても実体が残存すればそれは死ではない。長い眠りは必要になるが再び復活することができる。誓いというからには守るべき制約が？我ら7人のうちの6人までが倒された時、最後の一人は命を賭して実体を守る。血の誓いか。この中の誰かが再びこの地を訪れる時、それは俺たち七英雄が何者かに追い詰められた時。最後の一人が実体を守らねばならぬほどの危機に陥った時というわけか。この誓いは七人全ての合意でのみ成立する。皆の考えを聞かせてくれ。侵入者よ、この先に進む覚悟はあるか？世界のためにこの身が滅ぶことも厭わぬ我ら七英雄をも凌駕する覚悟は？敵ら迎撃するぞ。受けて！これが帝国の力だ！帝国に勝利！立ち止まっている暇はない。あのノエルまでやられるとは。まさかお前の方が強いとでも言うのか？いいや、七英雄は最強。その中でもワグナスが最強なのだ。行くぞ！排除するわ。セオ！
渡しに続け。皇帝、貴様の最後の戦い、最高の演出を用意しよう。耐えられるかな。7人全員を破った。だがオアイーブの言葉がまことなら、本当の戦いはこの先に。七英雄の本体が待ち受けている。長き戦いに終止符を打つ時が来たのだ。先帝たちと共に行こう。決戦の地へ。ようこそ。待っていたとも。君よ、ここまでは楽しんでいただけたかな。それはよかった。短い命の最後の思い出にするがよい。さらばだ皇帝。